ゲルハルト・エルトルは、シュトットガルト生まれのドイツの科学者。ベルリン・フリッツ・ハーバー研究所物理科学科の名誉教授である。2007年度のノーベル科学賞を受賞した。ハンドブック・オブ・ヘタ・アーゲニアス・キャタリシスの著者の一人で、ある。1955年から1957年までは、シュトットガルト大学で、その後はパリ大学、ミュンヘン大学で学んだ。 1961年に、シュトットガルト工科大学において、ハインツ・ゲリシャーの下でディプロムを取得し、1965年に、ミュンヘン工科大学で博士号を受けた。博士号を得た後、ミュンヘン工科大学の助教、講師となった。1968年から1973年まで、ハノーファー工科大学の教授、研究課長を務め、ついで、 ミュンヘン大学物理科学研究科の教授に就いた。1970年代から1980年代の間、カリフォルニア工科大学、ウィスコンシン大学ミルウォーキー校、カリフォルニア大学バークレー校の客員教授も兼任した。1986年には、ベルリン自由大学とベルリン工科大学の教授となった。1986年から2004年に、 引退するまでフリッツハーバー研究所の研究課長でもあった。1996年にはベルリン大学の教授となった。鉄を用いたアンモニアの触媒的合成における詳細な分子機構の解明、パラジウム触媒による一酸化炭素の酸化で知られる。エルトルは研究の過程で白金触媒の表面上で起こる振動反応を発見し、 さらに光電子分光法を用いることにより、その現象について振動の範囲並びに表面構造による変化を観測することに初めて成功した。エルトルは常に最新の観測方法を用いていた。研究を開始した頃には低速電子線解説、後には紫外線光電子分光や操作型トンネル顕微鏡によって革新的な成果を得ている。 すなわち、エルトルの研究以前は、固体触媒の表面で起こる化学反応は、まさにブラックボックスとして扱われることがほとんどであり、固体触媒は化学ではないとさえ言われるほどであった。これは、固体表面での化学反応の解析が、均一系での反応に比較して、解析が格段に難しいことが原因である。例えば、作体は、 ただ一つの物質が溶液中で分析できる可能性があるのに対し、固体表面は複雑であり、常に複数の異なった反応サイトが存在する上、分析手法が限られることが挙げられる。そのため、固体触媒反応の研究手法としては、ラングミュア・ヒンシェルエト機構に代表されるように、過程に基づく速度論的解析が主流であった。それに対し、エルトルは、 最新の手法を用いて表面化学反応の分子レベルでの気候の研究を行ってきた。本研究は触媒化学の革新的な進展に寄与するものであった。なお、現在においても固体触媒反応は一般に解析が非常に難しいが、難しいなりにも解析ができるようになってきたことは、エルトルラの業績に上に成り立っている。百九十八年には、 カリフォルニア大学バークレー校のガボールソモライと共に、表面科学の分野一般における優れた功績、特に単結晶表面上での吹きにつけ、触媒反応の本質的機構の決定により、ウルフ賞科学部門を授与されている。2007年、個体表面での科学過程の研究の功績で、1000万、クローナの賞金と共に、ノーベル科学賞が単独で授与された。 受賞の発表はエルトルの71歳の誕生日であった。エルトルは、ソモライが受賞対象に入っていないことに対し驚きと失望を表明した。エルトルと彼の妻、バーバラの間には二人の子供と数人の孫がいる。エルトルの趣味は、ピアノの演奏、それから飼い猫と遊ぶことである。ありがとうございます。